今シーズンスタートした日からですね、この本土の開幕戦を非常に楽しみに、日々のトレーニングを進めてきましたし、今シーズンアウェーでスタートして、ようやく今日の日を迎えられることを非常に嬉しく思います。初めて乾、加藤もいるがどうする、加藤にボールが出、加藤ブル、ここは上福本です。清武からのスルーパス、反応した加藤、右に出す、中原どうするか、仕掛けて右足、ナイスキーパー、ここは上福本、危
利き足ではない右足でしたけれども、ここはグッドチャンスを作っていきました。中に入れてきました。メンデスがいる。宇高のシュートだ。ナイスキーパー、キム・ジンヒョンキャッチ。枠行きましたね。はい、松田陸、中原、中原どうするか、仕掛ける、中原アウトサイド、平野、ナイスキーパー、よく止めた。乾のシュート防いだ上福本。加藤ぶつき、加藤、清武使う、清武前向く、乾が来た、乾が来た、乾決まった。同点。後半開始早々追いつきました。決めたのは乾、清武から乾です。同点1対1。まずはこの清武のポジショニングですよね、はい。まあ、浮いたポジションを取って、まあ、清武に渡った瞬間ですよね、まあ、よりゴールに近いところを選択しましたよね、はい。中川から中、清武、清武中、さあシュート打つか、清武、清武のシュート、ーナイスキーパー上福本。いや逆つきましたけどもね、はい、ここもよく手を伸ばしました上福本です。鈴木徳馬は右に広げた。松田陸、松田陸からのボール、ブルーノ・メンデス、ナイスキーパー上福本。ここも横っ飛び、指示を送ります。触った北野、北野が行く、北野颯太、北野颯太、北野颯太が抜けてきたぞ、北野颯太が来た、北野颯太が、ここも上福本だ。よく止めました上福本。いやよく止めましたね。荒川のキック、ヘディング、ボールは流れます。そしてここで試合終了の笛、両チーム終盤決定機作りました。竹富の先制ゴール、同点に追いついた乾。関西ダービー見応え抜群の今日のこの90分間、1対1、両者譲らず勝ち点1ずつを分けました。私たちが目指しているサッカーというのが表現できたと思いますし、ファイナルゾーンでの最後の崩しの質、クロスの入り方、シュートの決定力など課題は出たんですけれども、たくさんですね、相手のファイナルゾーンに進んでたこと、そこは評価できると思います。 A sustainable future. Yanmar.